レイトン・ヒュイット、レイトン・グリン・ヒュイット、レイトン・グリン・ヒュイット、1981年2月24日帯は、オーストラリア・デレード出身の男子プロテニス選手。身長180センチメートル、体重77キログラム、右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ATP ツアーで、シングルス30勝、ダブルス3勝。シングルスの自己最高ランキングは1位。 世界ランキング1位の在位期間80周は歴代10位。ニューボールズ世代の選手で最も早く台頭し、2001年11月19日に史上最年少の20歳8ヶ月で世界ランキング1位となり、2001年と2002年の2年連続で年間ランキング1位の座についた。これまでにグランドスラム優勝3回、シングルス2回、 ATP ワールドツアーファイナル優勝2回、デビスカップオーストラリア代表最多勝ちを挙げている。ヒューイットは、元アスリートの両親の間に生まれ、自宅の芝生コートで、テニスに親しんだ。1998年1月に16歳で、プロ転向を表明し、ネクストジェネレーションアデレード国際で早くも、ATP ツアー初優勝を果たした。1999年に、 男子テニス国別対抗戦、デビスカップオーストラリア代表手に選ばれ、マーク・フィリップーシスラと共に、オーストラリアを13年ぶりの優勝に貢献。2000年には、世界ランキングでトップ10位児すると、同年の全米オープンでは、ベスト4に進出。準決勝で、ピート・サンプラスに敗れたが、男子ダブルスでは、マックス・ミルヌイと組んで優勝に輝いた。2001年全米オープンの決勝で、 ピート3プラスを7から6、6から1、6から1で破って4大体開発優勝を果たすと、ジャパンオープンテニス選手権でも初来日を優勝で飾った。11月19日付で、史上最年少の20歳8ヶ月で、世界ランキング1位に上り詰め、その後の年間最終戦テニスマスターズカップを制し、2001年度を世界ランキング1位で終え、戦績80勝18敗。 勝率0.8163を数える好成績を挙げた。2002年 SAP オープン決勝ではアンドレアガシをインディアンウェルズマスターズとクイーンズクラブ選手権の決勝ではティム・ヘンマンを下して優勝。さらにウィンブルドン選手権では決勝でダビドナル・バンディアンを6から1、6から3、6から2で破って初優勝を果たした。続く 全米オープンでは準決勝で、アガシに敗れたが、シンシナティマスターズとパリマスターズで準優勝。その後の年間最終戦では2連覇を果たし、2002年度も世界ランキング1位で終えた。2003年、インディアンウェルズマスターズ決勝で、グスタボクエルテンを下して優勝。その後は故障もあって不調に陥り、80周かけて守った世界ランキング1位から陥落。 ウィンブルドン選手権では、オープニングマッチ、前年優勝者が初戦で、センターコートの第一試合に出る慣例のことで、イボカロビッチの時速時速210キロメートルを超える高速サーブの前に敗れて、島、同選手権の男子部門で1967年のマニュエル・サンタナ以来36年ぶりの前年王者の初戦敗退という新産を舐めた。2003年度は17位で終えた。 2004年は、不調から脱し、メディバンク国際、アブン、アムロ世界、テニストーナメント、レック、メイソンテニスクラシックとパイロットペンテニスで優勝。シンシナティマスターズと、全米オープン、テニスマスターズカップで準優勝する好成績を残し、ランキング3位で年を得た。特に全米オープンでは決勝まで全てストレート勝ちで、進むなど、圧倒的な力を見せたが決勝は、 ロジャー・フェデラーに乾杯した。この年は四大大会などの大舞台で、ロジャー・フェデラーにことごとくれている。まず全豪オープン4回戦で6から4、3から6、0から6、4から6、続いて、ウィンブルドン選手権準々決勝で1から6、7から6、0から6、4から6で、さらに前日の全米オープン決勝で0から6、6から7、0から6で、そして、 テニスマスターズカップのラウンドロビンでは3から6、4から6で、決勝では3から6、2から6で敗れていた。2005年前後オープンでは、地元選手として、パッドキャッシュ以来17年ぶりの決勝進出を果たしたが、マラトサフィンに6から1、3から6、4から6、4から6で敗れて、地元優勝を逃した。ウィンブルドン選手権と全米オープンでは、 フェデラーに準決勝で、それぞれ3から6、4から6、6から7と3から6、6から7、6から4、3から6で敗れている。フェデラーには、2003年までは7勝2敗と勝ち越していたが、2004年以後は2010年前後をオープンまで15、連敗と全く歯が立たなくなった。ランキング4位で年を終えている。その後は怪我などに苦しめられ、 1998年から2007年まで毎年記録していたツアー優勝も2008年に途絶えた。その後、2009年2010年にはツアー優勝している。2009年ウィンブルドン選手権では3年ぶりに準々決勝に進出したが、アンディロディックに3から6、7から6、6から7、6から4、4から6で敗れている。2010年のゲリー・ウェバー・オープン決勝では、 フェデラーから7年ぶりの勝利を挙げて優勝した。2014年3月20日、史上21人目となる通算600勝達成。当時の現役では、フェデラー、ナダルに次ぐ3人目の記録となる。7月13日、テニス連動選手権で優勝し、通算30勝達成。2015年1月29日、2016年、全豪オープンで、 現役引退することを示唆した。また、上記の引退示唆からの移行で2015年、全仏オープンを欠場した。その2016年全豪オープン男子シ,シングルスでは1回戦で、ジェームス・ダックワースに7から6、6から2、6から4で勝利。2回戦では、ダビド・フェレールに2から6、4から6、4から6で敗れ、これが、シングルスの最後の試合となった。ダブルスでは、 サムグロスと組んで3回戦まで進出。3回戦でバセク・ポース・ピシル、ジャック・ソック組に敗れた。引退後の2016年からデビスカップ・オーストラリア代表の監督に就任している。初再敗となった3月の1回戦アメリカ戦は直前にニック・キリオスが体調不良で離脱したため急遽選手権監督として奪い入り。第3戦のダブルスでジョン・ピアーズと組んで ブライアン兄弟と対戦。3から6、3から6、6から4、6から4、3から6で敗れた。その後、2018年全豪オープンではこの大会での引退を表明しているサムグロスと組んで、ダブルスに出場することを表明した。全豪オープンの前哨戦である、ブリスベン国際にも、ジョーダン・トンソンと組んで、ワイルドカードで出場。1回戦で、 グリゴール・ディミトロフ、ライアン・ハリソン組に敗れた。2000年からベルギーの女子テニス選手、キム・クライシテルスと交際する。同年のウィンブルドン選手権で2人のペアは混合ダブルスで準優勝した。それ以後はテニスのトーナメント中にお互いの試合を応援するようになり、2003年12月に婚約したが2004年10月22日に、 クライシュテルスが彼女の公式ホームページで婚約解消を発表した。その後、ヒューイットは2005年7月21日にオーストラリア人女優のと結婚し、サンジがいる。若い頃はコートマナーの悪さでテニス関係者から非難されることが多く、優勝した2001年全米オープンの2回戦で黒人選手、ジェームズ・ブレイクに対する問題発言などのトラブルを 起こした子もある。またヒューイットが大事なポイントを決めた時に叫ぶ、カモンは、男女を問わず多くの選手が真似をするなどの影響を、及ぼした。オーストラリアンフットボールで鍛え上げた、強靭な足腰を活かし、どんな球にも食らいつく、足の速いストロークプレイヤー。守備に引い出た選手であり、最大の武器はリターンと、機敏なフットワーク、粘り強さ。 そして、メンタルの強さである。ボールに対する反応が良く、股関節が柔らかくて強いので、最後の一歩が大きく取れる。しかも、踏ん張りが効くので、かなり厳しいボールを打たれてもしっかりと打ち返すことができる。それをベースにした、ヒッティングエリアの前後左右への広さが最大の特徴。また、リターンが良く、パスやロブもうまい。世界でも、 第一級のリターン力を持っており、反応の良さとバランスの良さで相当厳しいサーブでもしっかりと打ち返せる。しかし一発でエースを取れるショットがないので、相手が勝負を急がず、確実にチャンスを作って攻めて来られると、得意のカウンターショットも活かせず、攻め手がなくなってしまう弱点がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。